全国統一小学生テストとは、四谷大塚が主催、日本全国の学習塾で一斉に行われる、小学生を対象とした学力テストである。さあ、競争だのキャッチコピーを掲げ、2007年度から実施されている。受験料は無料。現在の試験会場は、全国で約2000会場、民間が行う小学生の大規模なテストとしては、初めての試みで、 回答用紙は3年生からマークシート形式が導入されている。受験教科は3年生は算数、国語。4、5年生は算数、国語、理科、社会、または算数、国語、理科、または算数、国語から選択となっている。2007年11月23日に行われた第一回の 受験者数は、小学3年生が14,408名、小学4年生が17,284名、小学5年生が19,728名となっており、小学生を対象にした民間のテストでは、最多の51,420人が受験した。また、2010年から2年生も参加できるようになった。回答方法は、記述式になる。 また、2015年から1年生も参加できるようになった。そして、2018年から年長生も参加できるようになった。2教科は、算数、国語の記述式。学年成績上位50名による決勝大会も行われる。これは、3年生以上で、東京のお茶の水会場までの往復交通費は全額支給され、 遠方の場合は全泊の宿泊施設も用意される。記述式で作文がある。このテストの学年成績上位30名は iPad が贈呈される。ただし、4年生の6月のテストで上位30位までに入ると IB リーグでアメリカに行くことができる。iPad はない。毎年6月と11月に実施されている。試験日は6月実施分は、 同月第1か第2日曜日に11月実施分は同月の国民の祝日に設定される場合が多い。ありがとうございます。